はい、サイバーパック2077シャープ06続きやっていきたいと思います。ですね、現在ね、荒坂タワー周辺にいるんですけど、今回はね、あの街にあるタロットグラフィティをすべて探すってやつをちょっとやっていこう、そんな感じに思います。レベルの方が17まで上がってますけど、とりあえず今ここにいるから結構長いドライブここに行きたいと思います。で、ジャッキーのやつ呼んで行きましょうか。うん、先ほどあの G-Force あのグラブのドライバー新しいのが出たみたいで、46089かな、 460.89 とりあえずアップデートしたけどね、個人的には関係ないかな。ちょっとごめん、行かしてください。はい、じゃあ行きましょう。景色楽しみながらね。だいぶ運転も慣れてきたけど、またそんなこと言っちゃうとまたちょっと事故っちゃうかもしれんけどね、やっていきましょう。うわ、通り過ぎちゃったよ。ここ曲がっていくか。さてさて、いやー結構ね、クエスト進めて楽しくてね、やめ時がなかなか見つかんない感じで、レベルだけ上がってますけどね、そろそろ話の方も進めていこうかなと思うんだけどね。おっと、やべ、こいった、この無力化もちょっとやりたいな。どこだ。うん、途中にこういうのがあればちょっと参加していきたいんだけど、ドクロマーク、ドクロマークはいかん。ちょうどいいやつをやらないとね。敵が、敵だけ強くてさ、しんどい思いするのもね、疲れるからね。倒せる範囲で、締めて早半とかね、やっていきましょう。で、今ちょっとクラフト上げと、あとね、マンティスブレードがね、ジャパンタイプ、ジャパンシティのとこに、タウンか、ジャパンタウンのとこに売ってたからね、欲しかったけど、今、刀装備してるから、あの、アームはね、ゴリラにしました、ゴリラアーム。結構ね、パンチ力とか上がる、結構いい感じかな。そんな感じで、でもね、刀がすっごい楽だから、ついつい刀ばっか使っちゃうんだけど、プレイスタイル的には、ピストルメインで、まあ、追い詰められたら、まあ、近く寄ってって、刀で戦うみたいなね。なるべくスナイパーとか使わないでいこうかなと思うんだけど、まあ、もらって装備したりしてるけどね。そろそろか。650m。そろそろね。ゴーストビュー、どこ取りんのかな。どういうつもりだ。ちょっと見ていこう。あ、いけるわ。ちょっと待って、待って、ダメダメ。どこいる？粉々にしてやる。ほい、ほい、ほい。くたばりやがれ。ピストルでちょっとレベル上げしたいんだよな。ほい、ほい。はい、お疲れさん。あと1体。OK。抱えたりはしないけど。まあ、こういうの奪って。で、こんなことばっかやってるとね、全然ね、ストーリーが進まないんだよね。あと、アームの方が、これになります。
これほんと殴ってるだけでね、結構ね、レベル上がってくんだけど、まだ低レベル。ちょっとずつ、暇に明かしてね、どっか殴れるとこ殴ったりして、行動すれば行動しただけでレベルが上がっていくからね。その辺も考えてます。あと、刀が強くてね。これも常時使ってんだけど、まあ基本的にはこのリボルバーをメインに使っていきたいかな。そんな感じに思ってます。もうなんかあったけども、いや、いい。先は長いからな。あとね、今は途中だからだけど、基本的にはね、一日の終わりは家に帰って寝て、中断するっていうのをね、心がけてやってます。ウィッチャーの時も、なんかいるな。ウィッチャーの時もさ、大丈夫こいつら。いけるね。なになに？投げれねえんだけど。指名手配やん。ちょっとバグってんのか？うん。いけていけた。おいどこいる？ほい。ほい。オッケー。警察来た。けよ、離れて。で、この辺にどっか絵があるんだな。これかな？違うか。両開きドア。わわわ、教会？お花は新しくしないと、ずいぶんしおれてきた。もう？やめとこう。宗教怖いわ。で、ちょっと絵を探そう。どっかにね、かけられてるんだけど。ここのどっかって感じ？あ、これか。あった、ありました。で、これでようやく8個目。じゃあ次の目的地行きましょう。ここまで来たから、近くのとこ、ねえな、話進まないと出てこないのかな。あらかたこの辺をね、見つけたんだけど、結構固まってあったからね。寄らないと見えないか。今この辺。ここの周辺にはないな。こっち？あるな。ここに行くか。結構長いドライブになるな。よし、行きましょう。まあ、いつまでビビってんだよ。お前、そこにいたら引いちゃうぞ。大丈夫？ OK。まあ、ファーストトラベル使わないでね。景色楽しみながら行きましょう。よろしくお願いします。うん、あと、今ちょっとお金がないから、ゴリラアームがね、15,000〜16,000した、もっとしたかな。もっとしたかもしれん。もっとしたかもしれんけど、それでもすっかりお金なくてね。あと、ローグって人にもなんか15,000円ぐらい払ったしね。せっかく金策したのに、すべてそんなに使っちゃったからな。わかんねえな。あれもわかりやすくなんかいればいいんだけど。走ってるだけで楽しいからいいわ。
うん、定期的にこうね、地元の人が教えてくれるんだけど、今日はまあタロット探しということでね。わわわ。たまにさ、なんかレア車とかいるからさ、あ、道間違えた。戻れ言うてるけど、なんとかならないかな。これ U ターン、ここで U ターン、ここでいいかな。うん、いいね、楽しいね。うん、こんな感じでまったりしてるとね、あともうちょっとさ、あのレッドデッドリデンプション2の時みたいにさ、この地方地方の名物というかさ、ここはなんかこのナマズのなんか煮物だとかね、そんなのがあったから、じゃあ今回はここ行った時には晩ご飯これ食べて、あのちょっとポーカーやってとか楽しみがあったけど、あんまこのナイトシティには名物がそんなないんだけどね。だけどこの、あのスナックとかは、まあ、ステータスアップとかあるからね、それでなんとかロールプレイすればいいんだろうけど。だ、今な、変なの見えたぞ。おおおたまに変なのいるけど、ちょっと中行こうか。おっと、見えてきましたね。よいしょ、よいしょ。ボボボボボボッと、危ない。うう、もうすぐ着くぞ。あ、ファストトラベルポイントの近くにあるね。うう、到着。よいしょ、これね。 OK、 じゃあ次の目的地行きましょう。次はどこだ。この辺も、ありそうでなさそうな。もうそれか本当にさ、ストーリー進めないと出てこないのかもしれないね。ここに見つけたけど。あ、武器屋もあるな。いいな。よし、行こう。今、マグナム？インベントリー。リボルバーか。リボルバーをメインで使っていきたいかなと思ってるんで、リボルバーもね、クラフトで自分で作ったんだけど、なんかかっこいいのがあればね、買いたいかなと思うんだけどね。あ、これ。なんだ今の。ここになんかいるよね。敵対危険エリア。さっきのとこは、この間来たばっかなんだよね。いや、だけどタロットがこれで次で10個目だとしてもさ、残り10個、きっと話進めない、出てこないんだろうね、きっと。おいおいおい。ちょっと絡んでいきますか。デイスデビル。あれ何？ちょっとズームできないんだよな。BD55。BD がねえんだけど。55ねえし。なんとか。カイロショート、もしこ、苦しまないようにしてやるから。結構いるのか。
そこまではいないよね。こっちに寄ってきてる？見つけたらたっぷり可愛がる。破壊しとくわ。敵危険エリア。ほい。オッケーオッケー、一体殺した。こいつやべえぞ。ほい。お前はやばい。ほい。オッケー。バグってる？デコイか。おっと。やばいやばい。本当だった。本物だった。いやー、びっくりした。死ぬとこだったぞ。うわ、死んじゃった、死んじゃった。いやー、じゃ、チェックポイントからでいいか。まあ、こういうこともあります。いやー、普通に殴っときゃよかったな。なんか止まってて、バグってんのかと思っちゃった。ここね、よかったよかった。もう一回行こう。もう、やけになってる感じ。よし、こう。55、BDBD、55、BDBD。いけるか。オッケーオッケー。大丈夫？そこまでよ。ほい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 。ほい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 。撃っとこか。後ろ下がんなよ、お前。オッケーオッケー。なんか装備しちゃったけどさ。持って帰るわ。楽しもうよ。ちょっとハッキングしてやるわ。おい。変な動きのシュンシュンのやつをさ、殺しちゃったからいいとして、何体いる？
ちょっと殴りでやってみるか。ゴリラアームの力を見せつけてやるよ。楽しもうよ。おいおい、プレートばっか上がってるわはい、まあこんな感じで、大丈夫かい。ジョブ完了。うん、いやー、こんな感じのことがすごい楽しくてねたまんないです。じゃあ次の目的地行きましょう。よし、よし、こう3キロだからな、結構距離あるからな。よいしょ。いやー、それにしても綺麗すぎない？本当に最高なんだけど。でやってる一方で、ラップトップの方ではね、コープでやってて、コーポレートモードでやっててね、そっちもそっちで楽しいんだけど、そっちの方ではマンティスブレード装備させて、やっぱハッキングメインでやっていこうかな。あとスナイパー、それ思っておりますけどね。この辺が結構強いって聞いた記憶がある。知らんけど。こっちだろ目的地は。でも大きい川とかあったりするからね。どうなってる？いけるか？お、なんか集落に来ました。この辺で最初刀買った記憶がする。念願の刀だったからね。おっと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 、いけるか？ファストトラベルステーションもすぐそこにあるし、闘技場だって。うん、まあそんな感じで、ボクシング系のストリートファイトのもね、双子のやつは倒したんだけど、ナイトシティ中巡って戦っていくっていうクエストも始まっ、ジョブも始まってるからね、それもやっていきたいんだけど、だからこの、お、NCPD 業務委託者へ通達。セコイア通りとグレイ通りの交差点で組織犯罪活動の報告あり。被疑者の名はポール・クレイブン。いけるか。襲撃の前科があり、市内の人身売買組織のリーダーでもある。レイスとのつながりもある模様。脅威を無力化した者にはナイトシティより報酬が支払われる。報酬、これちょっと多すぎるわ。手に余る。ごめんだけど。そんな大きい仕事しては、しに来たわけじゃないからね。そう、Xbox だったゲームでさ、ライオットアクトってのがあるんだけど、あれもジャンプしてればジャンプ力上がるし、走ってれば筋力がつくし、パンチしてればパンチ力上がるしってゲームがあるんだけど、それに近いこの感じ？やってればやるだけスキル、スキルポイントが取得できるからね。楽しいよ。ちょっと待ってくれ。
な、あ、懸賞金いるな。ほいほい。オッケー。お前も結構強そうじゃないか。ほい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 。うん、筋力上がるし。大丈夫かい？なんか物色できるのはないかな。うん、関係ねえか、行こう。なんかクエスト発生してたけどね。証拠を確保しろ。めんどくせえ。めんどくせえぞー。なんかあんのか。脅威ってなんかまあるんだな。もうちょっとタロット探しに行こう。まあ、今回はちょっとタロットトリオだからね、メインが。よいしょ。あれ、この辺のオブジェクトはそう、あれ意味がないんだ。よいしょ。800m。今このオブジェクトなんか光った気がするけど、気のせいか。よいしょ。もうちょいだぞ。けい。特になんもねえな。本当にただのゴミだわ。とか言っときながら、今のチャプターではさ、労働終わった時に、このゴミのとこでさ、テレビ見てる少年がいるんだよね。だから多分そのロケーションもどっかにあるんだろうね。あ、出てきた。ゴミ越えて。ゴミ捨て場越えて。お前はなんだ？ちょっとそこまで乗ってこ。強引だけどな。ボコボコですわ。あれ、なんかモーテルとか。よっしゃ。これ中っぽいな。敵対はしてないか。なんだこれ。お、これね。オッケー。じゃあ今回は10個ぐらい探索できたということで、もう一箇所なんか行こっか。あ、そっか。今回は武器屋行くんだ。あれ、ここの人？何？考えてみれば。ここだと NCPD に邪魔されないし、企業の検査も入らないわけだよな。何か変わったものはないか。ほら、
街では手に入らないような。そういうことなら見ていきな。嬉しそうだな。売り物は銃よ。バッドランズで一番のね。はい、そんな感じで来ましたけど、お金が足りない、純粋にのが、お、刀が強くなるぞ。買えるな。俺はちょっと、せっかく来たお土産に買っていこう。オッケーオッケー。あとお金もないし。売っちゃう売っちゃう。銃も、バカみたいに持ってんだよな。これな。スマートピストルなんだけど、マシンガン系も置いときたい感じするけど、今はちょっとお金がないから全部売っちゃおう。ありがとうさん。ちょっと早速装備してみましょう。刀。おいえ。あとスナイパー装備してるけど、ちょっと格好悪くなったけど。はい、そんな感じで今回はここで終わっときますね。まあ、この後もちょっとね、この辺探索して、さっき発生したクエストとか消化していきたいな。そんな感じに思ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。